日も元気にいくよ、ひまじうぱるぱ。しずです。さよです。お願いします。やったやった、グッズが届きました。イエイ。ってことで紹介していきたいと思います。レッツゴー、ひまじうぱるぱ。こちら、ババン、ペンライトケースです。イエーイイエーイイエイイエイ。かっこいいですね。ね、かっこいい。うん。やっと出ましたよね。うん、この待ってました。にじゆうって書いてある。生地がね、すげえ変わってる。うん。結構中もね、こんな感じで。まあ多分買ってる方多いと思うんで。ざざっと、ざざっと紹介するけど。こういう感じでね。うん。なってます。こっち側ペンライト入れる感じで、ここに電池入れるところが。そうです。ありまして。あります。で、ここちょっとポケット。うん。で、まあ、紐もついてました。素晴らしい。これで傷つかない。うん。ペンライトになると思います。次、サクサク紹介しましょう。サクサク。サクサクいきましょう。せーの。バン。かわいいでーす。めちゃめちゃ。めっちゃかわいい。うぅー、かわいい。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 次、いきたいと思います。次は、せーの、ポポン。うわー、でも私たちはこのケースに入れました。入れましたね。絶対これで持っていこうと思ってるので、このまた美女、もうビジュアルすぎる。良すぎちゃう。かわいいな。かわいいな。綺麗だね、もう。やばいね。美って感じよ。もう本当に、この今回のコンセプトがなんかその、なんて言うんだろうね、これ。女王っていうか、わからない。なんか、女王感がすごいから。すごい、なんか、大人の二重っていう感じがして。わかる。うん、かっこいいなって思います、うん、今回のコンセプトが。かっこいいよ。すごい。これメイクユーハッピーと並べたらさ。やばいよね。やばいよね。多分。かわいいね。かわいい。最高！ババン、ババーン。今回は、普通の、多分、タオルと、この、うん、二重がデザインしたタオルからあったと思うんですけど、私たちは二重がデザインした方のタオルを買いました。はい、かわいい。着ちゃいますね、また。あ、着ちゃおう。またまた。いいね、赤と黒って。もう本当おしゃれなんで、全体的に。うん。結構大人な感じですよね。大人な二重だ。なんか、ラルヤップの時より、ラルヤップの時より、本当になんか、全然引き立ってないのに。もう大人の大人だよ、ね、女性っていう感じになってますね。いつからそんな大人になったの？待って、置いてかないでよ、置いてかないでよっていう感じですよね。うん、こちら、缶バッチです。こちらですよ。白っぽいコンデスってやつです。みーしちゃん、かわいいな。こちらがまやちゃんです。失礼しました。じゃ真似したいポーズなんですよ、これ。真似したくなっちゃうよね、それ。それ真似したくなっちゃう。次は、こちら。アクリルスタンドです。アクリルスタンドです。じゃあ、一人ずつお願いします。じゃあ、こっちがミーヒちゃんですね。うわ。うわ、なんか最高ですね。足細いし、顔ちっちゃいし、もう最強。キキ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 。ちょっとこれあるあるなんですよ。ちょっとね。で、これが、まやちゃん。まやちゃんです。かわいい。かわいい。シシュだね。です。個人の絵。はい。こっちがみーちゃんです。なんか、冬に使えるマジ、いい感じの生地が。色もいいしね、ほんとに。くすんだ感じで。こんな感じでーす。紫も、こういうなんだろう。なんかもう、紫っていう紫の点か。紫？そう。主張強くないよ、ね。紫っていうのは。こちら。フォトキーホルダーですね。こちらみーちゃんです。みーちゃんの、なんか3つぐらい、うん、ついてます。うわ、かわいいね。これちょっとさ、リクちゃんに似てませんか？これ。わかるかな？うち一瞬リクちゃんに見えたんですよ。どうです？どうです？どうです？ちょっとコメントでお願いします、ね。次がまえちゃんですね。まやちゃんの、また、かわいいです。最高です。最高。続いて、こちら。ババン。買っちゃいました、こちら。買っちゃいました。皆さん悩みませんでした、これ、買うの。買っ
ちゃいましたよ。これね、ここにメンバーそれぞれの顔みたいな感じになってて、うん、なっててね、これにいっちゃうんですね。これがまいちゃんでーす。まいちゃんでーす。ババン、タペストリーでーす。タペストリーでーす。美しい。美しすぎる。で、ちょっとミシャンの、これ、アクスタと缶バッジと、同じ衣装、衣装っていうか、うん、コンセプトのやつですね。最高です。かわいい。かわいい、かわいい。これはもう、部屋に飾りたいと思います。こちらも、これですね。もう、これはもう、買わずにはいられませんよ。うん。かわいい。かわいい。最高です。続いて、最後に、ポジフィー最後になります。最後はこちらが一番最初に買おうと思った、正直。ペンライトのケースの次ぐらいに買おう。見た瞬間からもう絶対もうこれ買うって。最高じゃないですか、これ。うまいよね。何これみたいな。ちょっと開けちゃいますか。すごい。すごーい。いや、もう、耳かわいい。耳かわいいんだけど。ここにもう挟まりたいもん。かわいい。最高だ。カラーのさ、もう、かわいいよ。やば、かわいい、かわいい、かわいい。超かわいい。かわいい。もっこもこ。めっちゃもっこもこ。あと、私たち、学生なんですけども、学校で、ブランケットとか持ってっていいんですよ。うん、なんで、ちょっと。学校でちょっと持ってっちゃおうかなって。これでもうやってたらもう、やばいわ。勉強頑張れる。かわいい。最後にちょっと紹介したいものがあるんです。お願いしていいですか？はい。お願いします。特典カードですね。こちらがなんと、まあ、今2枚目なんですけど。うん、あれでまだ、え？あれ？あれ？あれ？ 4 枚？ってことは、4万円超え。4万円超えです、ね。私たちは4万9千いくらでした？全然2人合わせて。1人2万4千くらい買いました。面白い！ 1 枚目ですね。まゆかちゃんか。まゆかちゃんでーす。続いて。りまちゃんか。うん。りまちゃんですね。で、続いて、まこちゃんか。まこちゃん。まこちゃんです。最後。みひちゃんです。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ってことで、なんですけども、ちょっと、申し訳ないんですけど、この、まこちゃんと、りまちゃん。りまちゃん。そして、まゆかちゃんの、この3枚をどれかで大丈夫なので、まゆちゃんに公開してくれる方いらっしゃったら、お願いします。ちょっとお願いします、本当に。すいません、お願いします。一枚でもちょっとまゆちゃんが欲しいので、うん、お願いします。もうどれかでいいのでお願いいたします。ひまじんウーパールーパーということで、グッズを紹介していきました。イエーイ。本当に遅れちゃって、本当に。すいませんでした。申し訳ございませんでした。だいぶ2日間、どこか会えたら、東京ドーム公演、ぜひぜひ声をかけていただけると嬉しいです。嬉しいです、本当に。1日目か2日目はこちらの服。うん、で、もう一つ、公演は、ショートにも開けた通り、黒い、パーカーのね、プリントされてる、まゆちゃんとみひちゃんが、プリントされてる、服で、参戦したいと思います。今日の動画も終わりだと思います。バイバーイ！